本日のお夜食はアップルカスタードパイでございます。もうアップルパイ好きのハイジーさんにはたまらないこの焼きリンゴとクリームとデニッシュ生地のコラボですよね。ただ食べる前に一応お野菜も取っておきましょうということで、今日は実はですね、メインチャンネルの方でどん兵衛で二郎系ラーメンを作ろうっていうのをやったんですけれども、その時に器に乗り切んなかったキャベツとお肉がありますので、これをですね先に食べておかずを取ってから美味しくこっちのスイーツをいただこうという寸法でございます。作戦でございます。ではキャベツの方にちょっとだけ朝日ポン酢さんの方を、はい、垂らさせていただきまして、といただきます。じゃあお肉さんの方にも手をつけていきましょう。ちなみにこれは醤油とみりんを混ぜたものに漬け込んでおいた豚肉を焼いたものでございます。はい、ではアップルパイ食べていきましょう。おいしょっと、生地の質感だけでも相当ワクワクしてまいりました。ちょっとかじったダイメンズで申し訳ないんですけれども、こう見るとアップルもカスタードクリームも見えない、こうではないことはわかるんですけれども、味に関してはこれ食べてる感じです。不思議感覚、うん、カスタードクリームはほのかにって感じなのかもしれません。こうやって見てもまたすいません、断面図すいませんけれども、ほらまだそこまでね見えないのよ。でも確実に口の中にはアップルのゴロゴロ感はあるし、ほのかなカスタードクリーム感もあります。でもとにかくこれね、僕甘い系のパンだとアップルパイとチョコデニッシュが結構好きなんですけれども、それってね結構コンビニで買うパンの中にあこれいいなって思えるものが少なかったりするんですよ。でもこれはもう十分合格点が取れるアップルパイ、アップルカスタードパイだと思います。